今日はですね、アウェーマリアというあのラテン語の歌を取り上げます。普通はアウェーマリアとは発音しないでアウェーマリアとかそういうふうに発音されますけどね。まあ、どういうふうに訳すのかな。簡単な訳し方すれば、こんにちはマリア様ということですけどね。こんにちはというか挨拶の言葉なんですね、アウェーというのはね。で、まあ、英語では Hail Mary と訳されたりするんですけどね、まあ、僕一応ね拾った、日常的な日本語でこんにちはマリア様っていう感じだろうと思ってるんですけどね、もうちょっといかめしいっていうのかな、もうちょっと厳かな訳し方で日本語では普通は訳されてるはずです。もっと厳かな、あのなんか文語的な日本語でね。で、 なんて訳されてるか知りません。僕はあの教会のこと知りませんから。で、まあ、こんなものを取り上げるからといって僕はキリスト教でもとても何でもありません。キリスト教徒ではありません。ただ聖書は時々しょっちゅう昔から、何十年も前から時々読んでます。英語とかね、日本語とかで。で、あ、日本語ではほとんど読まないか、英語ばっかりで読んでるかな。で、英語をいろいろと勉強してきたもんだから、あの、まあね、聖書はね勉強しておかないと、常識的にねと思って、それからキリスト教とかに、まあ、一応ね敬意を表してるから、僕は敬意を持ってるから、だからあのキリスト教を信じてないけど、まあ、一応少しは勉強しなきゃいけないなといつも思ってます。 それでラテン語も勉強しなきゃいけないと思ってね。で、まあ、一応ラテン語の歌をね取り上げたと思って。で、ね、実はあの、まあ、カーペンターズが好きなもんだから、でカーペンターズが歌ってるんですよね。あの、見事な歌で、見事な声でね、あのキャロリン・カーペンターが歌ってる。で、その他いろんな人たちが、まあ、昔から歌ってきましたよね。有名な歌ですね。だから、まあ、で特に今回はカーペンターズが歌ってるから、キャロリン・カーペンターが歌ってるから、これは取り上げなきゃいけないと思って取り上げますね。で、僕、ラテン語さえ初心者です。だから、あんまり偉そうなことを教えるつもりはありません。で、専門家の人が僕のビデオを見て、なんで間違ってるじゃないかって罵りたくなるかもしれませんけど、我慢してください。で、あの、もし教えてくださったら、間違いを教えてくださったら謙虚に受け止めます。ただ僕はね、別に少々間違うことが仮にあったとしてもね、間違いをそのままにしておくつもりないし、で、何言ってるかな、ちょっとこれやって発表することによってちょっとはね僕も勉強したいという気持ちがあるのと、それからね、一応、間違いがあっても、大体ね、僕の言ってることの 95% から 98% は多分正しいはずだから、あとの 2% か 5% ぐらい、もしかしたらどっかで間違ってるかもしれません。その時は許してくださいね。でも 95% は正しいはずだから、だからね、一応ね、ざーっとか、まあ、こんなもんかな、ね。ひょっとしたら間違ってるところもあるかもしれないけど、大体は当たってるだろうから、まあね、ざーっとアベマリアのこの歌ね、ラテン語ではああこういう風な文法構造になってるのか、間違ってるかもしれないけど、まあ大体こんなもんか、という風に適当に流して聞いてください。で、僕の話を聞いてね、あ、ラテン語って結構面白そうじゃんね、ラテン語からイタリア語、スペイン語、英語、フランス語ね、ルーマニア語、その他いろんな言語、それからラテン語といえば世界中の言語、ロシア語とかドイツ語とかね、そういうような、なんかあのいろんな言語、日本語に至るまで影響を与えましたから、ラテン語はね。だからラテン語ってものすごく重要ですよね。特にキリスト教徒にとっては大事なはずですね。だから、それから英語を勉強したり外国語を勉強する人にとってもものすごくラテン語大事ですね。だからラテン語をせめてね、初歩、ごくごく初歩のところだけでもね、まあ、できたら数百時間ぐらいは独学でいいから勉強すべきですよね。した方がいいと思います。で、僕もね、一応はね、周りなりも800時間ぐらいは勉強したんですね、一生懸命。一番最初に勉強したのはね、本格的に、サラリーマンの時、26歳の時にね、サラリーマンやりながら、サラリーマンやってるから、まあ、毎日8時間は絶対会社で働かなきゃいけなかったんですけどね。で、会社の仕事を結構サボりながらねサボりながらっていうのは、まあ、結構手を抜きながらね、一生懸命ね、もう
ただひたすらね、早く家帰って、で、必死で勉強しました。でね、1日、そうですね、7時間から9時間、うん、8時間か9時間ぐらい勉強したかな、ラテン語をね。なんていうのかな、だから結局、まあ、ちゃんと8時間は、7時間はちゃんと寝ましたよ。でもね、電車の中ではもうずっとラテン語勉強し、歩きながらラテン語勉強し、トイレで勉強し、ね、で会社で、会社 の, 1時間の一応、昼ご飯の時間もずっとラテン語を勉強し、さっさと食べてから食べながら勉強し、ね、で食べた後もまたラテン語勉強し、会社のね、仕事をして、そしてその合間のトイレ行くでしょ、5分間を手の中に書いたラテン語の動詞活用を覚えたりね、してました。それで家帰ったら毎日5時間、家の机でね、5時間やりました。で全部でね、 1日だから、そういうのに、一生懸命、時間を節約しながら勉強したら1日7時間ぐらいは勉強できるはずなんですね。うまくいけば8時間ぐらい勉強できるんですよね。それを毎日続けて60日続ければ8時間かける60日でしょ、8648、480時間、480時間、60日間、2ヶ月間で480時間勉強していますね。それから土日祝日ありますよね。土日祝日もし休むことができたらね、1日14時間ぐらい勉強できるでしょ。10時間もし、寝る時間とそれからその他どうしてもくだらない雑用で10時間かかったとしても、あと14時間は勉強できるはずじゃないですかね。もちろん休みの日も仕事しなきゃいけないとかね、休みの日はなんか他のことで忙しい、本当の意味でも忙しい人は仕方がないですよ。でもそうじゃなかったらね、もう人との付き合いをやめてでもね、孤独に耐えながら、やればね、少なくとも若い時はそんなにしがらみも少ないはずだから、24時間のうち14時間は最低自分の本当の勉強に使えるはずです。14時間はうまくいけば16時間勉強できるはずですよね。でしょ。だからね、よく勉強する時間がないから仕事は忙しくなったし、そういうのは余ったれるのは強いんですよね。僕に言わせればね、やる気になればできるんですよ、ね。で年取ってきたらだんだんしがらみが多くなって、だんだんできなでやりにくくなるけどね、要は自分がやる気があるのか、やる気がないからやれないのか、そうじゃなくて本当に忙しいからできないのか。でもね、大抵の場合は本当に忙しいからできないんじゃないんですよね。というわけで、やってみますね。でまあ、ともかく僕はそういう形でね、いろんな、一度も僕はラテン語を人から教わったことないけど、独学で、800時間ぐらいは勉強してきたんですけども、やっぱりね、やっては忘れ、やっては忘れてね、いまだにいい加減です。でも、一応曲がりなりにも800時間は勉強してきましたから、ちょっとは覚えてますから、ね、僕の話から少しぐらいはね、ラテン語の勉強に、なることもあるかもしれないから、まあ聞いてやろうかというような気持ちで話を聞いてくれる気がある人は聞いてみてください。というわけで、前置きが長くなった8分で、アウェマリアね、ここでね、さっきここ印つけたでしょ。これ実はね、アウェマリア、このね赤い部分で、空色のブルーの部分、これはね、もともとはないんですよ。これは僕がね、分かりやすくするために僕がつけた印。このソライロロは、これはここを強く発音する。アウェーマリア。これね、ソライロは強く発音する。それからね、ここ、赤いところね。これはウェーと、アウェーじゃなくて、アウェーじゃなくて、アウェー、アウェー、ウェー。えじゃなくて、と言わに、長く伸ばすんだという意味で僕は赤く印つけたんです。だからこの赤と空色はこれはもともとなくって、黒だけがあったんですよ、もともとはね。だから普通のラテン語の文章を見ると黒だけで終わるんですよ。こういうの印つけてないですよ。でこれね、アウェーマリアグラティアプレーナ、
でね、僕の発音はなるべく正当正しいと言われているラテン語の本来の2000年以上前に話されていた昔のラテン語の正当な正しいとされている発音をなるべく真似てます。僕はね、なるべくですよ。時には間違ってることもあるんですけど、なるべくね、いろんな世界中の偉い先生が本当の意味で正しいと一応統一見解になっているその発音を真似てます。で、ラテン語の先生でもね、国によってね、それぞれ、ちょっとずつなまってるんですよ。で、英語国民、英語ネイティブの人の、英語ネイティブで、そしてラテン語の権威の人が、英語なまり、バシバシのね、英語なまり、ものすごい英語なまりのラテン語の発音しながら堂々と教えてる先生もいますしね。イタリア語だったらイタリア語なまりの発音で教えてたりね、ドイツ語なまりとかね、そういうふうに日本語だったら日本語なまり の発音で、教えてますみんなね。で、ただなるべくね、そうなんだったらいけないから、なるべく本来のラテン語の本来 の発音だったと思われるものを真似ようとしている先生も一部います。なるべくその本当に一番正しいとされている発音を僕は真似るようにしています。それからそういうのは、あちこちネットでも分かりますしね。で、なんでね、昔の発音100年以上前ってあれテープがないじゃないですか。テープもなければ録音機がないのにね、なんでそんな昔の発音が分かるかっていうのは、いろいろと研究して分かるんですよね。分かるらしいんですよね。で、なんでそういうことが分かるかについてはまた別のところで調べてください。よかったらね。で、いろいろと研究した結果分かってきたわけです。で、アウェマリア、グラティアプレーナ。でね、例えば英語なまりの先生はこれね、アウェマリア、グラティアじゃなくてね、グラティア。ね、この R をまず英語式のグラティ。でね、これはティアじゃなくて、ツヤって発音する人もいます。それからね、これはね、テイコムなのに、テイカムって発音したりね、もうまさに英語なまりそのものですよ。ドミノスがドミナスっていうふうにね、もう英語そのものの発音になってしまったりね、もう思いっきりなまりまくってます、先生によってはね。で、だから、英語なまりの先生も今で、英語なまりでラテン語をね、教えてる先生もいるし、日本語なまりで教えてる先生もいるし、いろいろですよ。で、なるべく僕は正当な発音を真似してます。で、ドミノス、テイコン、ね。で、一遍最後まで、短いからね、発音してみますね。次、ベネディクタトゥインモリエリボス、エッベネディクトス、フルクトス、ウェントリス、トゥイ、イエソス、ね。サンクタマリア、マーテルデイ、オーラプロノービス、ペッカートリ、ごめんなさい、ペッカートリボス、ノンクエッインホーラー、モルティスノストライ、アーメン。これでおしまい。ね、短いでしょ。これを長く歌うから、ものすごく長く感じるだけでね。ほんで、これ、短いからね、簡単に解説進むかということ、そうじゃない。ラテン語の文法ってものすごくややこしいからね。ものすごくややこしい。で、それでね、何だかな。何が言いたかったかな。忘れちゃった。まあいいや。で、アウェイ・マリアね。これはね、直訳すると、英語でね、Hail Mary と訳されています。Hail って、こんにちはとかそんな感じですよね。ね。挨拶するときの言葉なんですよ。こんにちは、マリア様ということですよね。こういうようにね、アウェイ、なんか、挨拶するときの言葉なんですって、これね、アウェイってラテン語でね。で、アウェイって、ここのね、一番最初のアウェイって何なのか。文法的には何なのか。アウェイ。これはアウェーレという、ね、不定形って書いてあるの、これね。不定形でどういうことかというと、動詞 の英語文法で言ったら原型、元の形のことだと思ったらいいです。元の形、原型みたいなものがアウェーレっていうね。で、
フランス語とかドイツ語とかラテン語を勉強するときは動詞の原形とは言わないで動詞の不定形っていう言い方するんですよね。でこれ不定形ね、原形みたいなものです、元の形で、インフィニティブって英語で言うんですけどね、ラテン語ではインフィニティウォスって言うんですけどね。で元の形がアウェーレなんですね。アウェーレで、アウェーレっていうのはね、 to be well、 すなわち健康である、健やかであるというような感じね。そういう意味の元気である、簡単に言ったら元気だということや、元気だという意味の原型なんですよね。っていうのはアウェーっていうのはこれは何かというと二人称の単数の命令形なんですよ。ということは何時よ、お前、お前、あんたとかね、お何時、ちょっと簡単な言い方すればお前元気でやりなさいお前元気でやり頑張りなさいというのはね、そんな感じですよ。元気であれ、健やかであれという意味ね、という意味のお前とか何時に対するね、あの命令形なんですこれね。だからアウェーマリアっていうのはマリア様に対してね、マリア様っていうのはすごく偉い人ですけども、キリスト教徒にとってね、せやけども、あ、マリア様もそれからイエスキリストもそれから神様もに対してね、これはお前と同じで何時とかね、お前とか君とかいうような友達とか家族に対する、あるいはあの身分の低いものであっても、あるいは友達や家族に対する命令形でいいんですよね、これね。あのだから嘘、英語でちょっと古い英語では Thou art、 あの、ね、ここに書いて With thee って書いてあるでしょ、何時と共にある。これ何時っていうのは何時、まあ言ったらお前と同じでしょ、君とかお前と同じですよこれね。でそれをマリア様に対してこういう何時お前という言い方してるんですよね。でこれはね、直訳するとマリア様って呼びかけてるんですよ。マリア様元気であれ、マリア様元気でいてくださいよという意味ですよこれね。そういう意味の元気でいてくださいという意味の、 あの動詞の命令形なんです。元気であれ、元気でありなさい、元気でやりなさいよというのはアウェーレという原型があるんですね。さっき言ったようにこれね、アウェーレ、原型、元気である、元気で過ごすね、 to be well というね、それの命令形でお前元気でやれよというね、お前元気でありなさいよ、健やかでありなさいよということですよね。そういう命令形なんですね。二人称の、二人称単数だからお前たちではないんですよ、お前一人ですよ。だからマリア様は一人だから、それに対する命令形だから、あなたお前一人に対して今から命令しますよ、元気でやりなさいよということですよで、ね、そういう意味でこれ二人称単数の命令形なアウェイね。でアウェイっていうのはこれにね、英語で訳すと be well ね、健やかでありなさいとか farewell、 これも同じね。 farewell っていうのはまあ後の時代になってこれね、さらばじゃとね、いうふうに訳すようになったけどね、訳すというかそういう意味になったけどね、これもともとは fair と well が離れてたんです。今はこれくっついてるけどね、で現代でも farewell なんていう広めかしい言葉使わなくなったけども、大昔はねずっと使ってたんですよこれね。 farewell っていうのはもともとこれ2つの単語で、2つの単語だったんですよこれね。2つの単語だって、フェアっていうのは、あ、フェアっていうのはどういうことかな、まあなんていうかな、元気でやっていくとか暮らしていくというような意味ね。だから元気な状態で暮らしていきなさいという意味なんですよこれね。暮らしていくというような感じ、フェアっていうのはね、暮らしていくとか、あ、 B と同じでやっていく、元気でやっていきなさいよ、元気で暮らしていきなさいよという意味の命令形だったんです、もともとね。その元気でやっていきなさいよという命令形がお別れの言葉で使うようになってね、のフェアウェイがやがてはもうお別れの言葉になって、しかももうおそらくはこれから出会いそうにないね、このまあ多分これから永遠にお別れになりそうだ、そういう時にフェアウェイというようになってと、ほんで現代ではもう使われなくなったというような言葉なんです ね。あの、まあ、有名なヘミングウェイの作品で Farewell to Arms、
farewell to arms という言葉がありますが、 arms は腕ではありませんよ、あの武器ね、武器に対してさらばね、だから武器をさらばと訳されてますね、 farewell to arms。 というわけでこの辺で一応解説は終わっとこうかな。そしてね、マリアっていうのはね、アウェマリア、マリア様よ、マリア様というふうに呼びかけてるんですね、これね。で、マリア様っていう上に呼びかけてるんですよ。で、マリア、これね、日本語式に言うとね、マリア、マリア様、マリアって言いたくなりますよね。マリアじゃないんですよね、本当は。向こうの言葉でですよ。ラテン語ではマリアなんですね、マリア。で、これとそっくりの発音してますよね、The Sound of Music の、例の有名な、なんだったっけ、ジュリー・アンドリュースが、ジュリー・アンドリュースね、ジュリー・アンドリュースが主演で、ものすごく綺麗な歌声で歌ってくれる3時間半ぐらいの映画がありますね。僕はこれ昔好きでね、100回ぐらい見ましたね。で、レコードを買って100回ぐらい聴きましたね。そして、その中の歌、片っ端から覚えましたけどね。僕が若き日、19歳の頃でしたけども、もうすごかったです。それから、これも、もうレコードを買って100回聴き。で、その頃本当のレコードだったんですよ。CD じゃないですよ。その頃ね、僕が19歳の時。多感な頃ですよ。映画館に行くんですよ。で、1500円払わないと入れてくれないです。で、その頃は、1500円払ったら、一晩中いても構わないんです。7時間いても構わないんです。だから、ずっとね、7時間ずっといて、ね、で、サンドイッチかなんか持って、で、7時間ずっと座って見てましたよ。で、で、4回見てね、必死で覚え込んで、ね、最初1回だけ日本語で見て、あとは全部英語だけで見て、で、1回行ったら7時間見て、また行って、また7時間見て、で、またある時には、幼い妹、4歳ぐらいの妹を連れて行って妹をここに肩車して見せてやってね、で、僕は立ったままで、してみて、満員ですよ。で、そんな感じで見て、で、そんな感じで映画館は5回ぐらい見に行きましたかね。そこ行かないと見られない。その頃ビデオも何もないですよ。インターネットももちろんないですよ。2カ国語放送もないですよ。テレビでって言ったらもう全部日本語に吹き替えたものしかないんですよ。だから英語を本当に聞こうと思ったら番組がなかったです。で、だから映画館に行って1500円払わないと生の英語が聞けなかったです。外国人も少なかったから外国人に喋りかけて生の英語を聞くことも少なく、そういう機会も少なかったしね。まあそれはともかくとして、そんなことやってたんですけど、何が言いたかったのかな。こんなことばかり言ってたらいけない。もう23分も経った。で、マリアでしょ、うん、これジュリー・アンドリュースが The Sound of Music の中で、ね、マリアの役として出てきますよね。で、みんながこの人のことをマリアと呼んでますね。マリア、マリアじゃなくてメリーでもないんですよね。英語では普通メリーと言いますよね。メリー、マーニアクセントあってメリー、メリーと言いますよね。だからメアリーとか言いますよね。日本語式にはメリー、メリー、あるいはフランス語ではマヒ、マヒなんですけどね。で、ラテン語ではマリア。それからそれがね、マリアって E のところにこれアクセントがあって、しかも長く伸ばすから本来のラテン語では。だからね、だからそれの影響を受けて、例えばマライア・キャリーとかね、マライア・キャリーという歌手がいますよね、有名な。あれはマライア・キャリーって言ってますでしょ。だからこの E のところにアクセントがあるんですよ、ちゃんとね。しかもこれは E、 本来はマリアだったからマライアという風に発音してるんですよね。英語でもそういう風にちょっと影響を受けてね。で、あるいはマライアっていう、うん、マライアね、マライアって言ってる、これ時が多いですね、やっぱ。メリーって言ってる場合も、英語圏でメリーと言われてる人もおれば、マライアと呼ばれてる人もいますね。ともかく本来はマリアなんですよね、マリア。というわけで、いい加減に次に進まないと永遠に終わらないです。アウェマリア、マリア様、元気でいてくださいよ。
だからこんにちはでとかね、それに近い意味なんですけど、でグラティアプレーナーね、グラティアプレーナーっていうのは、プレーナーっていうのはフォー、すなわちあのいっぱい充満しているね、充満しているいっぱいだということです。でグラティアっていうのは英語のグレイスに似とるでしょ。だからこれでね、このプレーナーっていうのはフォーという感じね、いっぱいである。で次にグレイス、こっちがグレイスっていう感じなんですね。ひっくり返ってるんですけどね、ひっくり返ってでも全然平気なんです、ラテン語ではね。これはプレーナーグランティアでもいいんですよ、これね。これひっくり返っちゃっていいんですよ、全然問題ないです、あのラテン語ではね。ただどっちの方が前に来やすいとかね、あのなんていうかな、その時のあの歌の文句のリズムの関係上とかね、語呂の良さで、順序を変えるんですけどね、ラテン語ではね。だからもうそこら辺自由にできるからラテン語はいいですね。その代わり文法構造がものすごいややこしいから、そんな簡単にマスターなんていないんですけどね。英語はなんであの語順が固まってしまったかと言ったら、文法構造があまりにも単純化されてしまったから、あの順序を固定化しないと意味が分からなくなってしまったからね。でそこら辺のそこら辺の傾向が特に強くなったのが中国語ですね。中国語はあまりにも文法構造がもう極端に単純化されたから、だからあの単語と単語の順序を固定しないと意味が通じなくなるんですね、中国語ではね。英語よりもさらに中国語はそういう傾向があります。それはともかくとして、次グランティアプレーナーね、だから full of grace ね、 full of grace という感じで、なんでこれが of grace という意味なのか、 of はどこにあるんだって言いたくなりますね。これは、それは後で見るとして、グランティア、ちょっとね、グランティアのこの full of grace の grace と訳されて、英語では訳されてましたね。 grace って何か、まあ、美しさとか愛らしさとかね、いう意味だったり、好意、尊敬、愛情という意味だったり、あの親切とか世話とか感謝とかね、そういう意味だったりするんですけども、そういうようなことについて、まあ、あのもしラテン語の辞書が欲しいなと思う人はね、これがいいですね。これいくらかな、7000ぐらいするのかしらね、6500円ぐらいです大体ね。これ研究者から出ています。これはいいですね。もともとこれよりもね古い版、10年以上前までぐらいまではね、ちょっとこれの古い版、があったんですよね。で古い版はちょっとだけ使いにくかった。やっぱり古いから、あの権威ある本だったんですよ。でこれはね、その権威ある本に基づいて、ちょっと現代版に、現代人に読みやすいようにちょっとだけ作り変えてあるんでね、これは使いやすいですね、適当に小さくてね。これよりもっと小さいのもあれば、これより大きなものも、例えばね、ラテン語英語辞典、ラテン英語、ラテンイングリッシュディクショナリーだったらもういっぱいいっぱいあります。小さいものから大きいものです。であんまり大きいのを使うのもちょっと苦しいし、値段も高い。あんまり小さいのだったら何かえって使いにくい。でもね、これはね適度でいいですね。でまあ僕はここで日本語で紹介してるね、意味を日本語で紹介してるのはこの辞書から拾ったんですね。さてと、で愛らしさとか美しさという意味でグレイスっていうね、そういう意味で英語でもグレイスって言いますけどね、このグレイスという英語もラテン語のグラティアと同じで、こういういろんな意味があるんですよね。前言ったら意味は広いんですよね、英語のグレイスもラテン語のグラティアもね。ところが日本語ってこれちょっとね、この対応関係がちょっと違うから、いろんな意味があるかのように、日本語で訳すといろんな意味があるかのように見えてしまうんですが、ね、ラテン語と英語とか、ラテン語とフランス語とかね、スペイン語とか、そんなだったらもう一つか二つの単語で全部言い表せてしまうということになりますね。あの似通ってるからね、ラテン語とスペイン語似てる、ラテン語とイタリア語似てる、ラテン語と英語、ラテン語とフランス語似てるからね。だから簡単に二つか三つの単語で全部カバーできる。ところが英語、日本語だったらなんかたくさんの日本語を与えなくてはいけなくなって、日本人から見たらね、ものすごくいろんな意味があるように見えてしまうんですけどね。それはともかくグレイスね、グレイスフォーとか言うでしょ。
優美とか優美なというふうに訳せますよね。これはここら辺から来るんですよ。ね、好意とか尊敬愛情という意味でもグレイスというにこれに近い言葉を使うときありますけども、それからね、親切、世話、感謝、感謝という意味で例えば grateful、grateful という言葉がありますね。英語で grateful という言葉がありますね。感謝しているという意味でね、grateful。それは grateful の great はね、grace に似てますが、この grace に似てますが、このグランティアにも似てますよね。だから全部つながってるんですよね、こうやってね。で、フランス語でも例えばこの感謝という言葉から来るこのグラティアね、グラティアとかグレイスに似てるけども、感謝というような言葉に近いこのグレイスに似たこのグラース、フランス語でね、グラースという言葉があるんです。グラースはなんとかという言い方、何々のおかげでとかいうような意味ね。で、英語では thanks to なんとかという意味で、フランス語でこんなあります。このグラースというのはこの英語のグレイスに似てるしね、この英語もまたフランス語から来てるし、でこれはもともとラテン語から来てるということで全部つながってるんですよね。で、ところでこのグラティアとかグレイスとかね、フランス語のグラースとかいうのはこれはラテン語のこれな、これの元の形はグラートスなんですね。これは形容詞なんです。これは魅力的なとか感じの良いとか感謝に値するありがたいということで、だからこういうありがたいという言葉が grateful という言葉に後に、英語になって出てくるし、魅力的な感じの良いという意味では graceful、 grateful と graceful と似てくるでしょ。これ似てて当たり前で、元はラテン語とは同じ形だった。それが英語ではこれ2種類になってしまっただけでね、ね、grace と great は2種類に変わってしまった英語ではね。ところがもともとフランス、ラテン語では同じ単語だったんですよ、この2つともね、こうやってね。というわけでですね、元に戻ってグラティアプレーナーっていうのは full of grace ということでね。で、じゃあこれなんでこれが of grace になる、どういう意味になるのかね。ね、グラティアプレーナーってなんで full of grace、ほんならどこに of があるのかと。これは実はグラティアっていうのがね、もともとは違うね。グラティアってこういう形だったんですね。これは美しさは愛らしさはとかね、感謝はとか愛情はという意味のこれ、主格という形、何々はの形ですね、美しさはとかね、愛らしさは、親切はという意味の何々はの形なんです。グラティアと言ってね。次、このあの部分、この場、最後のあの部分をグラティア、グラティアというように伸ばすとどうなるか。ね。グラティアというように伸ばすとね、これは脱格という形になって、主格じゃないんです。主格、何々はの形じゃなくて、脱格の形、何々からというね、の形になるんです。それは、この場合、これプレーナーという言葉とくっつくと、何々によっていっぱいである。ね。優美さとか、愛らしさとか、ね。それから何かな。優美さとか、愛らしさとか、その、ね、愛情とか、ね、愛情でいっぱい。愛情によっていっぱいだというね、意味になるんですよ。だから、何々によってとか、それでいっぱいという、この、英語で言ったら、of というものをくっつけたような形になるわけです。だから、グラティアと、あーというふうに伸ばすと、これは脱格という形になって、of grace に似たような意味になるということですよね。うん。で、プレーナー、プレーナーって何か。これはね、もともとプレーノスから来てるんですよね。これ、女性系なんです、これ。これ、形容詞の女性系なんです。で、これ女性系で、これが男性系なんです。ね。で、それでいっぱいであるという意味です。これ、プレーノスって何か見たことないですか？プレニポテンシャリー。そんな単語の話ってもちろん難しいかな。ちょっと待ってね。
こんな単語見たことないですか。難しい言葉。Plenipotentiary という単語がありますわ。難しい。これね、全権を委託されたという意味だったと思います。すべての権限を委託された。ね、例えば、全権大使ってあるでしょ。全権大使ってあれですよ。全権大使。すべての権限を、委託された大使。ね、それが例えばの話、歴史なんか見てると、ね、何十年も、戦争中 の、ね、日本の歴史を見てたら、全権大使が別の国に行ってね、その全ての権限を委託されて、派遣されたその大使の人がね、向こうの国の別の国の大統領とかと一緒に話し合ってね、で、戦争をどういうふうに進めるか、あるいは戦争をやめるかどうかとかね、降伏するか、ちょっと降参するかどうかとかね、いうようなことを話し合ったりしますよね、この全権大使が。この全権大使という言葉を使うときに、これに近い言葉を使うはずです。この場合、ポテンシャリーのポテンス。ポテンスっていうのはこれ、力という意味です。ね。変な言葉で悪いけども、インポテントという言葉ありますね。今ではインポテントという言葉を使わないで、イレクションディフィシエント。ね、エレクションディフィシェントという言葉を使ってしまいますが、昔はインポテントという言葉があって、不能であると、ね、インポテント。インポテントというのは、インプラスポテント。インポテント。not powerful。not powerful という意味ですよ、もともとはね。で、インポテント。ね、ポテントというのは力強い。powerful。で、パワーに近い意味があるんです、ここね。だからこそ、ポテンシャルという言葉がありますね。理科でポテンシャルという言葉がありますね。ポテンシャルというのは、なんかエネルギーの力の度合いのことを言いますね、ポテンシャルと。ポテンシャルのポテントというのは、これ、パワーとかパワフォルという意味なんですよ。ね、で、プレニーというのは、これ、さっき言ったこれと一緒。これね、フォール。いっぱいであるという意味ですよ。これね、フォール。ね、だから、力でいっぱいということですよ。権限でいっぱいということです。で、権限でいっぱいだから全権、ね。すべての権限を委託された人ということになるわけですよ。ね。それはね、難しい単語が出てきても、ラテン語の力が、ぼんやりとした知識があれば、ね。ものすごく難しい言葉でも、ね、覚えられると。確か会社の名前でね、会社の中でプレノスというラテン語を使った会社の名前、こんな会社の名前もありますわ。ね、これはいっぱいであるというね、これ、こういういっぱいであるという意味のラテン語から来てるんですよ。ね。フォー、フィールドというね。それとかね、これはね、フランス語のね、これフランス語ですよ。プラン。似てるでしょ？ラテン語のプレノス。ラテン語はこれがいっぱいの full とか filled という意味だから、いっぱいであるという意味のね。で、フランス語も plan もうこれもやっぱりいっぱいであるという意味ですよ。何かでいっぱい、何かで充満しているという意味の plan ね。それとか、ラテン語、フランス語、ラテン語はフランス語だけじゃなくて、イタリア語とかスペイン語とかいっぱいね、よく似た単語いっぱいあるわけですよ。英語でもなんかちょっと難しい言葉によく出てくるらしいですよ。ラテン語由来の言葉はね。そういうような言葉は全部片っ端からね、ラテン語の知識を持ってれば、いくらかでも持ってれば、そこら辺のヨーロッパの言葉がね、いっぱい覚えられるんですよ。割と簡単に。それを望遠鏡を持ったら大変でしょ。でもラテン語の知識がいくらかあったらね、覚えやすいんですよ。語源がよく分かってね。さてと、んで、プレーナー、グラティアプレーナーね。だから、いっぱいである。で、愛情に、愛情って一応訳しておきましょうか。愛情によっていっぱいであるというんですよ。ね。で、このプレーナーっていうのは何か。これはね、プレーナーっていうのはこれ、実は、プレーナー、プレーナムというふうに変化するんです。男性系がプレーノス。さっき言ったプレーノスね。これは男性系なんです。男性系プレーノス、
女性系プレーな、中性系プレーのプレーの無なんですよね。だからウスアオム、これ覚えておいたらいいですね。男性、女性、中性ね。で今回の場合はマリア様がプレーナーの状態にある。マリア様がね、この愛情でいっぱいだと言ってるんでしょ。愛情とは限らないけどね、これはグレイスでいっぱい、まあ、優美さとか愛情とか、なんかいろんなものね、優しさとかいろんなもので、いっぱいなんですよね。だからマリア様はね、女性だからね。だからこの女性系が来てるんですよね。もしイエス・キリストがだったら、これはプレーンノスになるはずですね。というわけで、一応この辺にしとこうかな。うん、いい加減で次に進まないと40分も経ってしまった。まだこんだけしか言っていない。1行もやってないのに、これ1行どころじゃないですよ、これ。4つの単語ですよ。で、だからね、アーヴェマリア、アーヴェマリア、ヘルメリー、マリア様、こんにちは、そのマリア様っていうのは、こんな人なんだけどもというふうに説明してるんですよね。この前言ったら、ね、マリア様はどんな人かというと、ね、愛情とか優美さ、美しさでいっぱいの人なんだけどもということですよ、これね、前言ってみた。だから、full of grace、これ、ね、同格っていうわけじゃないけども、なんていうか、このメリーを、説明してるわけですね。で、このメリーっていうのが女性だから、この形容詞も女性形になってるわけですよ。ね。次、ドミノステーコン。これどういう意味か。ドミノスってよく出てくるんです。The Lord、英語で言うとね、主よという場合の主、簡単な言葉で言うと、主人、主ですよ。この世の主、すなわち神様ですよね。で、このドミノスというのは、キリストに対しても使う言葉ですけども、もちろんね、それだけじゃなくて、我が家の主人とかね、この国の主人とかね、この村の主人とか、そういう意味で、ドミノスというラテン語も、英語のロードという言葉も、別に神様に対してだけ使うんじゃないですよ。何か小さな組織の、例えば4人組の、4人のグループの、一番の主だったら、ね、トップの人だったら、その人は英語でもロードだし、昔はですよ。で、ラテン語でもドミノスって言ってたんですらしいんですよね。でもここでは神様のことを言ってるんですけどね。ね。で、ドミノスはという方に、ウスはの方にはこれ、主格といってね、主格ってこの主格ですよ。あ、じゃあ。主格っていうのはこれね、主格、主の格だから、何々はの形、ここではね、神様はという形なんですね。神様王でもないし、神様にでもない、神様のでもないんですね。神様はという形ですね。で、神様は抵抗の状態にあるというふうに言ってるんですよ。でね、イズという言葉は入れないんですね。ラテン語ではなんか B 動詞を入れなくてもいいらしいんですよ。でね、入れなきゃいけない時もあるけども、ここでは入れなくても分かるということですね。でね、イズはなくても分かると。で、次ね、テイコムって何かね、with thee と、何時と共にある、神様は何時と共にあるという意味。神様は何時、すなわちマリア様、神様はマリア様のと共にありますよというふうに言ってるんですよね。で、テーコムって実はテープラスコム、これ2つの単語だったんですけども、テーコムというように1つの単語のように書かれてるんですね。で、これはどこだったか、ちょっと待ってね。あ、そうか。コムっていう言葉があるんですよ。コム。これは with という意味なんですよ。with ね。英語で言ったら。何々と共にという意味の、これ、前置詞なんですね。コムって。で、なんとなく見たことあるでしょ、このコムっていうのは。
なんかコンとかコンとかコムというのとよく似てるでしょ。これとあのちょっと確か語源が共通してるはずなんですね。で何かと共にという。で、イタリア語でももうコンという形でね、コムとかコン、コミュニケーションという言葉あるでしょ。コミュニケーション、コンモニカーレからラテン語から来てるんですけどね。コミュニケーションのコンも、コミュニケートというのは、もちろんラテン語から来てるんですけども、誰かと共に何かするから、コンという言葉が最初にくっついてるはずです。確かね、ちょっとこう、そういうこと、細かいこと忘れましたけどね。何々のと共にというような意味でね、これ、コムだけじゃなくて、コンとかコンとかね、何々と共にという意味があるわけです、ここら辺全部ね。で、例えば、そうですね。スペイン語でも確か今、何々と共にという、with という意味の単語は、コンのはずです、確かね。これイタリア語ではどうだったかな、こっちだったかこっちだったか忘れました。で、似てるはずですね。それからね、確か僕の記憶ではルーマニア語ではコム、コムの形のはずです。この形じゃなくてこの形ね、ルーマニア語では確かそうです。それからあのまあいいか、その辺に置いといて、次にね、このね、コムというのは、このラテン語、何々と共にという部分のコムは、脱核支配と言われています。これはね、コムという単語は、脱核という形と共に使わなきゃいけないと。で、いうことですね。で、前置詞によって、どういう核と共に一緒に、どういう核をつけなきゃいけないかが決まってるんですね。で、コムという、前置詞には脱核が来なきゃいけない、で脱核が来た時にこういう意味になるということですね。で、もともと to 君はという意味で to ね、それを、これ主格君はなんですけど、君からというね、脱核にした方は te なんですね。でこの脱核をくっつけなきゃいけないんです、このコムにはね。だから te という形をつかなきゃいけない。君と共にで言いたかったら、この te 君からというこの言い回しをくっつけなきゃいけない。で、コムテーと言いたくなるけども、テーコムと言えるわけですね、これだけ。テーコムと言ったら、だから、with you という意味ね。テーというのは、そもそもこれ、ね、イタリア語とかラテン語と、イタリア語とかスペイン語、フランス語と似てるでしょ。フランス語でも、tu、tu。フランス語でも、ね、tu とか、tu とか、トンとかね、言うでしょ。君とか言うような時ね、イタリア語とかスペイン語でもよく似た感じになるでしょ、ね、ドイツ語でも似てますね。 to do と言いますね、ドイツ語では do du ね。で ともかくここら辺は君という意味ですね。君とか何時という意味ですよね。 take me はだからこれ全体で the lord is with you、the lord is with thee ということですね。というわけでここは一応これで解説終わったことにします。これ以上に解説 していたらもう永遠に終わらないから、そこの辺でね、妥協しておきますね。次、あまり詳しく解説するとまたかえって疲れます。聞いてる方も疲れるでしょうからね。 でベネディクター to、 次ね、二つ目、ベネディクター to ね、これは、to は、あなたは、何時はという形。でね、英語では blessed art thou と訳されてるけども、直訳するとね、ベネディクタ、よく、あなた、何時は、褒められているというような感じね。何時は、称えられているというような感じ。何時は褒められているぞ。あなたは、何時は、すなわち、マリア様、あなたはね、みんなから、偉いね、褒めたたえられてるよというようなことですよ。ね、で、このベネってね、フランス語のボンに似てるでしょ。フレンチ。で、待てよ。ビエン。
ビーネ、それから、ウォン、まあね、このベネという、これはラテン語でね、欲という意味の、あの、なんていうの、副詞なんですね、これね、ラテン語でね、欲という意味、英語で well という意味ね、欲言うという意味ですね。ベネディクタ、ディクタってこれディクショナリーのディクトに似てるでしょ。ディクショナリーってどういう意味か、もともとね、口で言ったものから出来上がってるということですね、ディクショナリー。こんな話をしてるとものすごく延々に話が続いてしまうから、ちょっとあれなんですけども、適当に走りながら言いますね。ディクショナリーね、これベネディクタのディクタ、これもともと言うて、よく言われているということです。直訳する。よく口で言われているということです。これね、ベネディクタ。あなたはよく口で言われているよ。だから、あなたは褒められているよということですね。で、ディクショナリーのディクトも同じで、言う。このディクトというのはもともと言うという意味なんですね。簡単に言ったら、正ということですよ。ね。言われたこと、すなわち言葉。そんで言葉を集めたものだから辞書なんですよね。他にね、例えばね、ディクションという言葉も確かあるはずですね。英語とかフランス語でね、どういう意味か忘れました。これなんか言葉という意味だったかなんか、ちょっと難しい言葉なんですけどね、これね。それとか、英語でね、英語でもフランス語でも、英語でもコンチャディクト、でフランス語とか言ってる英語とか、そのあたりでもこれに似た単語があります。で、コントラディクトというのは、もともとコントラ、アゲンストということですよ。何かに対して、ね、カウンターに似てますね。何かに対して言うんですよ、これね。だから、to say something against somebody とかね、そういう意味ですよ。何か誰かに対して反対のことを言うという意味ですよ。ね、コントラディクト。だから反対、反論するという意味もあるんでしょうけど、もともとはね。そこからね、英語ではコントラディクトと言ったら、まあ矛盾する、ね、相反することを言うっていうのが本来の意味で、そこから矛盾する意味になりますよね、コントラディクト。で、コントラディクション、コントラディクトリー、ね、いうような英語ができましたよね。だからこれはもともとは、against say という意味ですね。それからね、その他にディクトに似た単語でできた言葉いっぱいいっぱいありますよね。ちょっとね、さっと思いつかないからこの辺にしておきますね。で、よく言われているね、ディクタ、これはベネディクトスじゃなくてベネディクトンじゃなくてベネディクタアーで終わってるのは、これ女性形だからです。これベネディクトス男性形、ベネディクトン中性形、ベネディクタ女性形で、なんでここでは女性形ベネディクタになってるかというと、トゥ、何時っていうのがマリア様だから女性形だから、これは形容詞も女性形にしないといけないんですよね。形容詞というかね、これは形容詞と言うべきか、あるいは形容詞と言わずに過去分詞と言ってもいいんですよね。ベネディクトス、これね、よく言われている、つまり褒められている、褒めたたえられているね、そういう意味。これはもともとね、ベネディクトスはベネディーケレから来てるんです。実はね、よく言うという意味です。これね、直訳するとよく言う、すなわちよく口で言うということは褒めるということで、性別するとか、清めるという意味だったんです。これはね、これは不定形なんです。ベネディーケレ、そもそもディクトスはこれ過去分詞の形で、不定形、すなわち原形、元の形はディーケレなんですね。ディーケレね。で、ディーケレと聞けば、ディセール、デセール、
ね、ちょっとあのいろんな言語のあの単語はねちょっとうろ覚えなんですけど、ね、これね、ディーケレっていうラテン語、これディクトスっていうラテン語、これはね、言われたという意味の過去分詞、それの原型というか元の形はディーケレなんですね。ディーケレ、これは言う、言う、口で言う、セイという意味ね、英語でセイ、とセイね。で、これに似た単語あるでしょ。例えばの話、フランス語ではディーハって言うでしょ。これはフランス語でディーハって言ったら、口で言うという意味でしょ。ね。で、このフランス語は、この CE、このね、真ん中の CE が取れた方じゃない。ディーハね。で、これがフランス語になったんです。次に、イタリア語ではディーチェ。最後の RE が取れて、フランス語では D、イタリア語ではディーチェになって。え、ディーチェだったかな。ちょっとね、ちょっとここら辺ね、ディーチェじゃないな、ディーチェレだったかな。ちょっとね、イタリア語のね、知識がね、あやふやなんですけども、確かディーチェレのはずです。そこら辺をね、確かめていければ、例えば話、このイタリア語中って、中っていうのを見れば分かるんですけど、ね、ちょっと待ってね、せっかくだからちょっと調べておこう。あ、ディーレですわ、イタリア語で。ごめんなさい、あのね、ディーチェ、ディーチェ、ディーチェレじゃなくて、イタリア語でもフランス語に似てて、ね、イタリア語でも原型はフランス語に似ててディーレ、ね、フランス語ではディーハって発音するね、ディーハ。で、イタリア語ではディーレ、ディーレね、これが元の形、不定形なんですね。で、それを活用すると、例えばコメシディーチェなんていう言葉、聞いたことありますけどね、コメシディーチェ。コメシディーチェ、ラテン、あの、イタリア人が僕の目の前でそう言ってましたよね、確か僕、イタリア語しかできないようなふりして、っていうか、ほとんど言語、言葉ができないようなふりして、イタリア語が片言だけできるふりして、で、相手がなるべくイタリア語しか喋らないように仕向けてね、で、喋らせてたらね、こんなこと言ってましたね、コメシディーチェなんて言ってましたね。How do you say it? とか、直訳するとね、コメっていうのは、コマン、フランス語のコマンとしてね、コマンサスディーということはフランス語で言うとね、だから、How is it said? ということですよ。直訳するとね、How is it said? で、この時にディーチェという形が出てきます。こんなこと言い始めると、ちょっとね、もう、むちゃくちゃになりますが、ともかく、ね、イタリア語でディーレ、で、フランス語でディーレ、それからスペイン語では、ディセールだったかデシールだったか忘れましたが、これに近いような言葉があります。ね。これ似てるでしょ、この辺全部ね。で、ラテン語がもともとディーケレだったということを覚えておければ、ね。もう、なんかもう他の言語も覚えやすいでしょ。で、このベネディーケレからベネディクトス、ベネディクター、ベネディクトムができたとかね。いうことになったわけです。ということで、一応この辺で置いておきます。でその辺で終わっといて次いきますね。ベネディクタトゥー何時は、これトゥーというのは何時は、お前はという形ね、何時はベネディクタの状態な、何時は、何時はこれ何時は、よく言われている、何時は褒めたたえられているぞということですね。インムリエルボス、in というのは何々の中で、これは英語とかに似てますね、イタリア語に似てます。で、フランス語にもかなり似てます。フランス語は en になってね、フランス語ではね、フランス語では in じゃなくて on になるとしてね、この in が on になりますけどもね、フランス語では。で、まあ in molierbos、 molierbos というのはね、フランス語とかそういうのにあんまり似てませんけども、 molierbos はこれはあの女性ね、in women という感じね、女性たちの中で、
汝は女性たちの中で褒めたたえられているぞということですね。ムリエリボス。延々と話し続けたら皆さん疲れ切るでしょうね。早く適当なところで端折って最後まで一応終わらせてしまわないとね、語源の話にし始めるともういくらでも話したくなってしまうんですね、僕ね。で、ムリエリボスっていうのはこれね、ムリエル、これはアウォーマンという意味ね、一人の女性で、ムリエリボスっていうのは女性の複数の脱格の形ね。で、この陰の陰っていうのはね、これ、何々の中でと言いたいときは脱格支配なんです。脱格をつけないといけない。だから脱格というのはこれはムリエリボス。だからインムリエリボス、すなわちインプラス脱格の名詞が来て初めて何々の中でという意味なんです。で、実はムリエリボスって何かね、なんかこれバスみたいでしょ。あの例のバスですよ。自動車のバスですよ、ね、あのバスに似てるでしょ。似てて当たり前。実はあのバスというのはこのラテン語のボスから来てるんですよ、ね。アウトボスのボスね。どういうふうにこの、どういうふうに、どういう風になったんだか忘れた。あ、そうかそうか。あのバスはね、確か僕の記憶ではここから来るんです。オムニボス。オムニというのはオムニポテント、オムニポテントというオムニポテントオムニポテントという言葉がありますけど、オムニポテントというのはみんなに、これみんな、オウ、みんなという意味のね、オール、ね。オールってオールですよ、オール。で、ポテントっていうのはパワーフォルに近いでしょ。で、みんなに対して力がある。すなわち、全能である。全能、全知全能の全能ね。全能って感じの、ね。で、神様のこと全能って言いますけども、God the Omnipotent と言いますね。そういう意味に、全能の神。あの、Omnipotent、全能のという意味ね。オムニっていうのは全部というような意味でね。で、オムニバスっていうのはこうみんなに対してとかいうような意味合いですよ。で、みんなに、みんなが使えるような車という意味の言葉だったんです、これ元々ね。で、これ脱格のはずですよ、確かね、ラテン語ので。その、これがこの BUS の部分だけを取ってね、例の今のバスという言葉ができたんですよ、ね。ちょっとね、あの語源をしっかりと覚えてないから、この辺のことはちょっと、ちょっとだけあやふな、知識があやふやなところがありますけど、だいたいね、9割ぐらいは当たってます。その辺で置いておいて、ね、まあ、ともかく例の車のバスはオムニバスから来てると。オムニバスに近い言葉から来てるはずです。また調べ直してみてください。知りたければね。で、ムリエルボスはこういうふうにね、女性の中でということで、それで、次に行こう。話がどんどん飛ぶからね。これ。汝はの形ね、これ主格だから。汝は褒めたたえられている。女性たちの中でという、女性たちの間でということね。女性たちの間で、何時は、すなわちマリア様は、マリア松様、あなたは褒めたたえられていますよということですね。で、it というのはフランス語の A に似てますよね。それからイタリア語とかね、そのこととも結構似てるんですよ。現代イタリア語では A、 ただ単に A になった、現代イタリア語では A だけで終わってますけどね、フランス語でも、フランス語ではこのように書いて A とだけ発音しますけどね。とにかく and と言うんですよ。で、ラテン語では etc. という場合の et ですよね。 et。
ベネディクトス、そして、褒めたたえられている、今度はこれベネディクトスになってますね。ベネディクターで、ベネディクターではないですね。こっちは、何マリア様のことを言ってるからベネディクターなんですね。女性系なんです。こっちベネディクトスは今度は男性系のことを言ってる、男性系になってるからこれはマリア様のことを言ってるのではないということが分かる。ほんだら誰のことかというとフルクトスウェントリストイって言ってるんです。フルクトス、これが男性系だからこのフルクトスのことをベネディクトスと言ってるんですよね。すなわち、褒められている、褒めたたえられているというか、なんかなんていうのかな、この場合はそうですね、性別されている、ちょっと難しい、ちょっとね、ちょっと待ってね、この場合はこの場合はちょっと違うのかな、ちょっと待ってね、この場合はね、これね、性別されているとか清められているという意味かもしれませんね。褒められてる、褒めたたえられているでもいいか、褒めたたえられているって一応言うときますね。あるいは blessed っていう、英語で言った方が分かりやすいですかね。褒めたたえられている、そして褒めたたえられている、何が褒めたたえられているかというとフルクトスが褒められている。フルクトスっていうのはなんかフルートに似てるでしょ、英語のね。この英語のフルートはフランス語から来てるんですけども、フランス語からね。で、ラテ語、イタリア語とかそのあたりでもね、イタリア語では確かフルットだと思います。フルットというんだったと思いますけども、まあ似てるんですよね。で、まあ果実ですよ。あの例の果物ではないですよ。果物のみならず果実全体、すなわちあの何て言うかな、あの広い意味での果実ですよ。すなわち何かによって出来上がったもの、何かの産物という意味での果実ね。あのだからまあ産物と訳してることは出来上がったもの、生み出されたものという意味のフルートね。でウェントレストゥイというのはウェントレストゥイ、何時の腹、何時のお腹、何時の子宮、あこれねウォームね、もう英語訳ではもうはっきりとウォーム、あのはっきりとこれも子宮って言ってますけども、お腹のこと、胃ね、スタマック、胃のこととかお腹のこととか子宮のこととか、そういうような全体を指すわけですね。日本語でもね、お腹、赤ちゃんはお腹の中から生まれてきたんだよというわけだけど、実は子宮のことなんですけども、お腹という上にぼかしますよね。日本語でも同じように、このどうやらこのラテン語でもお腹、胃、そして腹、そして子宮全体をこのウェントリス、ウェントリスというかウェンテルという言葉なんですけども、これでぼかして、ぼかすような言い方があるんですよね。で何時のお腹の果実、また何時のお腹によって生まれてきたものが褒めたたえられているということですね。さてと、フルクトスウェントリストゥイって今さっき言ってるやつね、これは The fruit of thy womb と直訳、英語で直訳できるんですけども、じゃあこれはわかりますね。フルクトス、これは何々和の形、オスです。で、主格の形ね、何々和、果実和の形なんですね。果実ノーでもないし、果実オーでも何でもないんですね。すなわち褒めたたえられている果実和というような形ね。ね、形容詞が前に来てるんですね。褒めたたえてられている何が、果実がという感じね。次、この果実がという主格なんですけども、次ね、これは何々のの形です、ね、だからオブなんとかって何、何時の腹の果実なんですよ。何時の腹から生み出されたものというね。次、本日はこれ何時の腹、これはどういう
構造になっているかというと、まずウェントリスはもともとウェンテルから来ているんですね。これは子宮はとかお腹はという意味なんですね。これウェンテルというのは胃とか腹とか子宮という意味ですけども、男性名詞なんですね。男性名詞でウェンテル、これ子宮はという意味なんですけども、ウェントリス、なんとかイスとなるとね、よくこのなんとかイスになると、これ何々のの形になることが多いんですけどね、子宮のという形にしたいときはこうなんですよね。これはこっちが主格なんですね。子宮はという意味の主格、何々はの形、こっちなんとかイスというのは属格、何かに属する格だから何々のという意味なんですけども、子宮のという意味なんですね。これでね、これ属格というんですよね。だから子宮の産物なんですよね、これね。で次トゥイっていうのは何時のということで、何時のがここにかかってるからね、何時の腹、何時の子宮なんですけどね。さてこの何時のということは、もともとこれ何時はだったらトゥーだったでしょ。何時はという形が、四角四角トゥーなんですよね。で何時のという形がトゥイなんですね。トゥイで、このトゥイの形をつけなきゃいけないということです。それでこうなったんですね。何時の腹の果実、何時の腹の産物ということになるわけです。ところでね、ウェンテルという単語、こんなの知らないよというかもしれないですけども、これに似た英語を知ってる人も多いでしょうね。このぐらいの単語は覚えてほしいですけども、ventriloquist ね、この単語ありますわ英語でね。英語だけじゃなくてもフランス語とかイタリア語とかにもこれにそっくりな単語があるでしょう。ラテン語でもあるでしょう、まあ英語にもあるんですけど、 ventriloquist という英語があるんですね。これはこね、ヴェンチリの部分がウェンテルね、これ腹なんですよ。腹お腹なんですよね。お腹、ロクイストのロクイ、ロクイって何か、エロクエントのロクイと似てますよね。これね、ヴェンチリはさっき言ったようにお腹、ロクイっていうのはエロクエントのロクイですよね。エロクエントって雄弁であるということでしょね。でもともとこれね、 A っていうのはこれ X と同じで EX ね、 X と同じで外に向かってという意味なんです。これね、 A は外に向かって喋るということです。外に向かって喋るから雄弁なんですよ、雄弁な人ね。でこっちは腹で喋るんですよ、そういう人なんですよ。イストっていうのは人でしょ、腹で喋る人だから腹話術師、腹話術すなわち腹で喋る人ですよ。腹話術師ね、腹話術師ですよ。これね、人形とかでこうやってね、人形に喋らせてるように見せかけて、自分はちっちゃい声でピリ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 、ほとんど口を動かさないでね、人形が喋ってるからね、見せかけるような人いますよね。あれ腹話術師、あれを英語でベンチュールクエストで、これなかなか単語覚えられないけどもね、ヴェントリーが腹だと、でロクイがエロクエントのロクイと同じで、ラテン語の喋るという話すという言葉から来たんだということが分かれば、であとイストというのはそういう人だということが分かれば、この単語すぐ覚えられるでしょ。すぐでもないけどね、いくらか苦労するけども、しかしそういう語源を全く知らないでね、このまま棒暗記するのに比べたらね、この語源を知った上で覚えるときは随分早くなりますよね。というわけで、次いきます。次ね、だからここからもっぴんいきますよ。褒めたたえられている何が、何時の腹の産物が褒めたたえられていますよ。で、何時の腹の何時のお腹のね、産物とは何かというと、その同格はイエスなんですよという。この同格がイエスなんです。すなわち、ジーザス、
イエスなんですよ。さてこのねジーザスって、ね、似てるでしょ。この J が I に変わっただけですよね。この J がなんで I に変わるのか、あるいは I がなんで J に変わるのか、これはね昔はラテン語では I と J はごちゃだったんですね。あ、というよりも昔ラテン語においては J はなかったんです。全部 I で表現してたんです、ね、それでこれを Y と呼んでたんです。 Y、ね、で後になって J という、ね、I だけじゃなくて J というあの文字も作ろうかなって途中で思ったんでしょうね。ちょっと詳しいことは知りませんけども、途中で I、J という文字が導入されたんです。同じように W という文字も導入されたんです、ね、U が2つくっついたら W に似てるでしょ。これ U と U をくっつけたらブチッとくっつけたら W にそっくりになるでしょ。もともと U を2つくっつけて、ね、あの何 W なんてなかったんです昔はね。 U を2つくっつけたりしていったんですけども、ね、あるいはこのこれでね、ウェと呼んでたんですよ。これはね、ウェと呼んでたんですけども、だんだんね、この U だけでは物足りなくなって、W という言葉も、文字も作りたくなってきて、それで、これでウェって発音するようになったんですね。だから、この U で賄われてたものを、W もという文字を作った方が便利だなというふうに途中で思い出して、こういうふうに U を、U 以外に W も作ったんですよね。その他ね、作った文字って結構あるんですよ、途中でね。ということで、イエス、もともとこれ、J という言葉が、文字がなかったんだけど、途中で作ったと思えば、これとこれは同じことだということがわかりますね。で、イエソスが、どういうわけか、途中でいろいろと変化して、ジーザスというふうに英語では発音するようになったと。でね、これ、イエーズスという、イエーソスなんですね、ほんまは。本当は、ラテン語の発音では、イエーソス。それを、イエーズスというふうに発音すると、例の日本語のイエズス会ですよね。イエズス会という、あれがありますよね。イエズス会。ね、これですよ。イエズス会。このイエズスというのは、これですよ、まさにこれ。イエズスですよ、まさにこれ、ね、でラテン語の本来の発音ではイエーソスなんですけども、それをズという場合にちょっとなまってるんでしょうね。これね、なまってるというか、どっかの言語ではイエズスに近い発音するんでしょうね。でというわけで、もう一遍ここのページをざーっと復習します。褒めたたえられています。何時はどこそこで、女性たちの間で、ね、だから全体は何時は、すなわちマリア様は女性たちの間で褒めたたえられてますよとか、祝福されてますよとか、そんな感じね。でそしてベネディクトス、褒めたたえられてますよ、ね、フルクトス何々が、何時のお腹の産物であるイエス様が褒めたたえられてますよ、祝福されてますよとかね、清められてますよとか、そんな感じね。ということで一応このページ終わりました。次いきますね。これが最後のページなんですけども、とはいえもう、1時間20分も経ったな。サンクタマリアね、サンクタマリアマーテルデイオーラプロノービスペッカトリボス、ヌンクエティンホーラモルティスノストライアーメン。さて、サンクタマリア、サンクタ、これね、サンクタ、クとトゥがくっついて、このクが消えやすいんですね。だからサンタに聞こえるやすくなるんですね。だんだんサンクタっていうのが、だんだんサン、このクをだんだん発音しなくなって、サンタに聞こえるようになってくる。そうすると現代のイタリア語みたいにサンタになっちゃうんですよ。サンタのおじさんはそっから来るんですよね。
サンタのおじさん、サンタクロース。あれは、英語では、英語では、英語ではサンタクロース。サンタクロースと言いますが、サンタクロースですよね。サンタ、サンタというのはもともとはサンクタ。サンクタというか、サンクトスなのかな、ちょっとよくわかりません。ちょっとそこら辺よくわかりません。これと似たようなラテン語から来るはずです。もともとはですよ。だから、サンタクロースというのはもともとはこれね、聖アウグスチヌスという場合の聖なるという意味の聖人である、ね、サンクタというのはこれ英語のセイントと一緒ですよ、これね。これセイントね。聖人というんですよ、これね。聖人であるクラウス様ということですよ。ね。聖クラウスというか、ね。聖人であるクラウスという意味ですよ。もともとはですよ。さてと。で、何が言いたいかな。で、今ここでサンクタマリアが来てるわけですね。だから、聖なるマリア様ということですよね。だから、ホーリーメリーというふうに英語では訳されてますが。さて見てみましょう、ね、サンクトス、ね、サンクタマリアのサンクタね、サンクタマリアの場合はマリアが女性だから、それに対してこのね、これなんていうの、この形容詞が女性形になってサンクタマリアなんです。サンクトスマリアとかサンクトンマリアとはならない。そしてサンクトスはこれ神聖なホーリーねっていう意味になるわけですね。この英語とかイタリア語とかによく似た単語がありますね。イタリア語ではサントとかサンタ。サントというのは、ね、サンクトスという男性から形から来た言葉、サントですね。次、女性形サンクタがサンタになったわけですよ、イタリア語ではね。で、これ、この辺りから、イタリア語から来たのか、スペイン語から来たのか知りませんけども、英語のサンタクロースは、サンタはそこから来るんですけどね。なんでなんか女性系に似たものがサンタクロースに使われているのか、ちょっと僕はそこら辺のことは知りません。調べてみません。興味があったら調べてみてください。なんでサンクトス、あるいはサントクロースにならないのか。なんでサンタクロースになるのか。まるで女性系であるかのように見えますよね、サンタクロースは。なんでなのか、そこら辺調べたかったら調べてください。次、英語とかフランス語ではこれね、サント。英語では、Saint、うん、なんかな、Saint Bernard Shaw、Saint Bernard、Saint Bernard っていう、犬がいますよね、Saint Bernard っていうのかな。多分、Saint Bernard っていうのは、サンバーナードだと思います、これね。聖バーナードっていう聖人がいて、そっから来るんでしょうね、セントバーナードっていうあの犬は。ちょっとここら辺も詳しく知りませんが、もともとはここから来るはずです。ね。次、それから、セントバレンタインズデーね。聖バレンチヌスの日っていうのかな、日本語で聖日どういうのか知りません。ともかくサンバレンタインズデーっていうの言いますよね、バレンタインデーっていうやつですよ。あれはもともとサンバレンタインズデーですよね。すなわちバレンチヌスっていうのかな、バレンティノスっていうのか知りませんが、聖バレンティノスとかいうような人がいたはずなんです、昔ね。それにちなんだ日ですよね。そこから来てますよね。で、このセイントですよ。これはもともとこういうふうに今は現代ではこういうふうに書かれるけども、こっから来るんですね。このセイントから来るんですね。聖人というね。で、これ E をくっつけたのは、これフランス語では、女性の聖人はセント、E がくっつくんですよ。女性の場合はね。英語の場合はね、この女性系なんてなくても全部この男性系みたいな形のものしか使えませんけど、英語ではフランス語では女性か男性系かによって E がつくかつかないかが決まる。そしてこういう形も使うということですね。さてと、これで一応
サンクトスについては説明、サンクトス、うん、サンクトスについては一応ね、こういうふうに、ね、マリアが女性だから、これに合わせてサンクトスでもないし、サンクトムでもないし、サンクタという形を使って、聖なるマリア様という意味になるわけです。ホーリーマリーということですね。そしてサンクタとか、サンクタとか、サンクトスとか、サンクトムを覚えておけば、ぼんやり覚えておけば、例えばこんなものが来たときに、慌てふためかなくてもいいんですよ。例えば、サンピーターズバーグ。サンピーターズバーグって英語で言いますけども、日本語ではサンクトペテルブルグっていうんですね。で、例のあれですよ、ロシア の首都だったかな、ちょっとよく覚えてみます。首都はモスクワか、マスクワっていうんですけども、ロシア語ではマスクワ、モスクワのことですね。英語ではモスコーって言いますけども、フランス語ではモスクだったかな。で、ともかく、サンクトペテルブルクという有名なものすごく大きな町、中心地がありますね。あれは英語ではサンクトピーターズバーグと言いますが、これを舞台にして、例えば、罪と罰なんかね、罪と罰という小説は展開されますが、で、ドストエフスキーもここに住んでたんですが、ともかく、これのロシア英語ではこういうふうに言われますが、ロシア語ではサンクトピーチェルボルク、サンクトピーチェルボルクっていうんですね。これは英語式にこのローマ字で書くとサンクトペテルブルクっていうふうに書けるんですけども、これね、これサンクトなんですよ実はね。ほらロシア語ではサンクトなんですよ。サントじゃないんですよ。サンクトっていうロシア語は、ロシア語のこの地名のサンクトはまさにこのサンクタとかね、さっき言ったこのね、ラテン語のこのサンクトス、サンクタ、サンクトンと同じ形でしょ。ちゃんとクの発音がちゃんと生きてるんですよ。ロシア語においてはね、ちゃんとクね。ロシア語のこの形が来ても慌てなくて済むでしょ。ラテン語の形をそのまま使ってんだなと。忠実に、ね、ラテン語 の形を昔からね、今でも温存してんだなということが分かるんですね。で、もともとこれはだから、サンピーターズバーグという土地の名前は、これは聖ペテルブーグというなんか、昔の偉い聖人がいたんでしょうね。それにちなんだ町の名前なんでしょうね。ということで、次いきます。聖なるマリア様、マーテルで、ほんでね、聖なるマリア様って言っといて、次、同格でこういう人という上に、同格なんです、これね。マガテルデイ。マガテルってマザーに似てるでしょ。あるいはマターナル。マターナルとかいう、日本語でもマターナルという言葉ありますね。マターナル。マターナル。母方のとか母のとかね。マターナルケアって言ったら、ね、なんていうのかな、お母さんのためのケア、すなわち、まあ、妊婦のためのね、妊娠してる女の人のためのなんかケアという意味で、マターのケアという言葉ありますね。ね、これはもともと母のお母さんのという意味です。ね、それを、その元の形はマーテル、ラテン語ね、マーテル。これは英語ではマターノ、フランス語ではマテルネルというと思いますけども、スペイン語とかイタリア語でもこれに似た単語はあるはずです。それからあと、ラテン語ではマテルナリスと言ったと思います、確か。で、マーテル、これがラテン語のもともとの お母さんという意味ね、マザーという意味です。英語のマザーと似てるでしょ、またね、これね。なんでかって言ったら、大昔は語源は、ね、一つのところから来るはずなんですよね、これね。ドイツ語でもモッターと言いますよね。ドイツ語で、ちょっとね、ドイツ語でもモッター、モッターというのはまだまだ似てるでしょ。それからマーテルと似てるでしょ。ギリシャ語でメーテルだったかな、メーテールっていうんだったか忘れました、ちょっとね。それから、スペイン語でなんて言うんだったかな、イタリア語で
スペイン語とかイタリア語で何て言うの忘れましたね。でも似てるはずです。次ね、マーテル・デイね。これお母さんでしょ。デイっていうのは神のというんです。オブコートね。デイっていうのは神の。だから、神の母親である。ね。だから、これね、これはこれとこれが同格になって、そして呼びかけの言葉として使われているんです。だから、聖なるマリア様、聖なるマリア様よ、すなわち言い換えると神の母親よということですよね。だから普通の日本語で言うと聖なるマリア様、神の母よ、こうこうこうしてくださいよという、次にこれ命令形が来るんですけどね。さてマガンテルデイをちょっともう一遍丁寧に見てみますね。マーテルデイ、マーテルは分かりましたね。マーテルっていうのはさっき言ったように母親はという意味の、主格なんですね。母親はマーテルね。次母親のじゃないですよ、母親はという形。次デウス、デウスというのは神はという意味なんですね。ちょっと待ってね、ちょっとね、ここら辺ちょっと記憶がはっきりしない。これもしかしたらね、骨格って言われるものかもしれません。骨格っていうのは、主格っていうのは呼ぶ格ね。主格とは違ってね、主格とは違って骨格っていうのがあるんですよね。主格とか体格とか属格とかいろんな 何々は何々の何々王の形がいろいろあってね。次骨格、呼ぶ格っていうのがあるんです。何々よの形ね、 誰それよという形。多分ね、これ僕さっき主格と言ってしまいましたがね、これ実は骨格なんでしょうね、多分ね。これね、誰々よという形、骨格、主格じゃないです。ね、主格とね、骨格はね、すなわち、呼ぶ格と、それから主たる格とね、同じ形をしている場合が多いんですね。で、だからこれ主格の形してるけども、実は骨格だと思う、考えられると思います。ちょっとね、その辺あのこのラテン語の文法の知識がはっきりしてないから、ちょっといい加減ぼかした言い方して申し訳ないけど、多分ねこれ骨格の形ですわね、主格と同じような形のはずです。同じ形だと思います、多分ね。で、だからマリア、聖なるマリア様よという形。次、神様の母親よという意味。そしてこの何々よという形と何々よという形が、これが同格になってるんですよね。そうだと思います。で、こういう人よ、誰々さんよ、こうしてくださいよというような形ね。さてと、もう言うとね、マーテル・デイのところを持ってみますね。デイっていうのは、さっき神様はノーと言ったでしょ。これ属格なんですよね。デイっていうのね。次、デウスっていうのはこれ、主格。神はの形。神はデウス。よく出てくるでしょ。あの、例のあの、ギリシャ神話に出てくるゼウスに似てるでしょ、なんとなくね。多分語源が一緒なんだと思います。ギリシャ神話のゼウスはこれこう書くんですけどね、ゼウス似てるでしょ。これね、あの調べてはいませんが、なんか似てるということは多分ね、語源の共通してるんじゃないかなと思いますけどね。まあまあその辺は置いておきましょう。でデウスね、神はデイ、神のね。で、マーテルデイっていうのは、ね、これ、母は、または母よという形だと思うんですけど、神の母よということになるわけですよ、これでね。次いきますね。ダルダルさんよ、こうしてください。オーラーっていうのは、プレイ、すなわち、祈ってくださいということですね。二人称に対する命令形、オーラープレイ、祈ってくださいという意味なんですけども、二人以上の人に対して命令する形ではなくて、単数の二人称、何時一人に対する命令形なんですね。祈れ、祈ってください、ね、これはマリア様一人に対しての命令形なんですね。
相手が2人以上いたらこれとは違う形にしないといけないですけどね。1人に対する命令形ね、二人称単数形に対する命令形で、これはね、あのね、多分ね、ちょっと調べてないけども、多分ね、オラクルとかね、オラクル、これオラクルっていうのはね、なんか何だったっけ、神に対する何だったっけな、忘れました、神託だったかな、信託とかいう言葉ありますよね。昔のあのギリシャ、古代ギリシャの話をしてるときにこんな言葉出てきますよね、このオーラコのこのオーラと似てるからね、ひょっとしたら関係、あの語源的に関係してるかもしれません。そこら辺僕ちょっと調べてないし分かりませんけどね、あの一応興味あったら調べてみてくださいね。で、ね、オーラーレというこの言葉から来てるんですね。不定形インフィニティブ、オーラーレ、これがインナオルという意味の不定形なんですね、元の形で、これの命令形なんですね、オーラーというのはね。で、祈ってくださいよ。ほんでプロというのはね、フォーという意味なんです。フォーね、誰かのためにという意味で、奪覚支配なんです。奪覚、誰々のためにと言いたいときにプロを使うときは奪覚にしないといけないです。ここね、そういうときは、そういうときにこのフォープロという前置詞は奪覚を支配するという言い方をするんですよね。奪覚支配という言い方をするんですよね、ラテン語文法では。そしてノービスというのは、これはノース、私たちはという意味のね、ノースという言葉の奪覚の形なんですよ。それでプロノービスで、これで私たちのためにという意味なんです。でこれで祈ってくださいだから、私たちのために祈ってください、 Pray for us という意味なんですよね。で次、ノースって言ったら、なんかこれね、あのノースっていうラテン語だけ覚えて、何、英語とラテン語しか知らない人はこれ見るとね、ごめんなさい、英語しか知らない人がこれを見ると、あ、覚えにくいな、大変だなと思うかもしれない。でもね、ノースというフランス語知っている人だったら、ああそうかというね、すぐ覚えられますね。なんでか、フランス語では私たちはって言ったらヌって言って、こういうふうに書きますよね。これね、そっくりでしょ、これフランス語ですよ。それからね、イタリア語とかね、スペイン語もかなりこれに似てるはずです。ちょっとよく覚えてませんけどね。それからさっき出てきたような気がするんですけども、ノストロムとか、ノストラ、ノストリス、まだ出てきてないのか。あ、まだ出てきてないんだ。これこの辺で置いとこうね。ともかくフランス語と似てますでしょ、これね。で、フランス語とラテン語を覚えておけばね、あとスペイン語、イタリア語なんて簡単ですよ。ね。で、そこから来てるんですよ。ね。で、なんとかビースっていうのはね、なんとかビースっていうのはよく、あの、なんていうの、脱覚の時によく使うんですね。なんとかビースで出てくるんです。で、プロっていうのもね、これね、なかなか覚えにくいような気がするけども、英語でも、もうプロから来た、あの、プロという、何、前置詞から来た言葉がいっぱいありますね。例えば、プロナウン。うん、プロナウンっていう代名詞という言葉があるでしょ、プロナウンね。ナウンっていうのはこれ名詞でしょ。プロっていうのはフォーという意味だ。今ここ出てきたでしょ、ね。何々のためにということでしょ。だから、名詞のためにということですよ、もともとの意味は。ね。ということは、名詞のために名詞の代わりとして使う言葉ということで代名詞になるんですよ。簡単ですね。それから、ね、プロというのは何々のためにだけなのでね、前へというのもあるんです。前へということで、例えば、プロモート、プロモーター、プロモートという言葉あるでしょ。プロモートというのは、プロモート、あるいはプロモーションというのは、
前に向かって動かすということ、前に向かって動かすから、まあ、奨励するというか、なんていうのかな、なんちゅうてんやかな、促進する、促すというようになりますよね。販売促進、プロモーションね、プロモートする、何かする、プロモート、 we have to promote this product、 このプロダクトを、この商品をプロモート、プロモート、販売促進しなきゃいけない、セールスプロモーションね、プロモート、前に向かって動かすね、これ前に向かってというんです。フォーワードというんです。モートというのはモーターに似てますね。モーター、例のモーターですよ、まぶちモーターとかモーターですよ、くるくる回る、あれモートね、フランス語でモテと言いますが、あるいはモーション、モーションって言ったら、動きですよね、動きを表すんですけどもね、これほんでは、じゃあムーブと似てますね、これね。実はこれラテン語のムーブ、ラテン語から見ればね、ムーブとモーとはね、ラテン語の元々の形がね、元々の、なんていうのかな、不定形の形がこれに似てるんです。でラテン語のなんていうのかな、過去分詞の形がこれに似てるんです。だからラテン語ではこれとこれは元々一つの単語から派生した言葉で、も両方とも動きを表す、動かすというような意味合いだったんですね、というようなことをいろいろ言ってるといつまでも終わらないから、また次に進みますけどもね、オーラプロノービス、ノービス、私たちのために祈ってください、あのマリア様ということですよね。次、オーラプロノービスペッカートリブスね、もしかしたらね、歌の中ではね、ノービスをもう一回繰り返してるかもしれません。確か繰り返してたような気がする。オーラプロノービス、ノービスペッカートリボスって言ってると思います。で、これ、もし繰り返してるとしたら、これはね、別におかしくはないです。まずはここまで止めといてね、私たちのために祈ってください。そしてもう一旦息を止めて、次に、私たち罪人のためにという上にもう一遍私たちを繰り返してるんですよ。別におかしくないですね。で一応ここではあのね、あのこの、私たちという言葉を一つだけにしてますけども、二つ重ねてもおかしくないわけです。あの、もう一遍念のために繰り返してるって言ったら変ですけどね、繰り返してるんです。次、ペッカートリボスというのはこれね、罪人ですよ。私たち罪人のためにということですね。罪人ってペッカートリボスね、これイタリア語なん、イタリア語とかフランス語を知ってる人、フランス語ではねちょっとね形が変わってしまいましたが、イタリア語を知ってる人はね、このペッカートリブスなんてすぐに覚えちゃうんですよね。さて、私たち罪人たちのために祈ってください。さて、ペッカートリブスはなんとかボスで、なんとかイボスで分かるように脱角の形なんですね。しかも複数の脱角の形です。罪人たちのために。そして、脱角なんですね。で、次。あ、こっちが脱角だから、私たち。これの脱角。こっちも脱角なんです。これとこれがね、実は、同角なんですね。私たちは、すなわち、罪人なんだけども、そういう人たちのためにということだから、これと、私たちと罪人とは同格にならなきゃいけない。だから両方とも脱格の形にしなきゃいけない。両方とも複数の脱格でないといけないんですよね。私たち、そして、罪人たち、両方とも脱格なんですね。で、プローという言葉は脱格を支配するから、だから両方とも脱格にしなきゃいけないということですよ、ね。そしてこのペッカートリボスは、これはもともとペッカートルから来てるんですね。ペッカートルはシナー、すなわち罪人という意味の、これ罪人はという形の単数の主格の形ね。で、ペッカートルというのは、イタリア語ではまず、ペッカトーレという言葉があるんですね。まあ、イタリア語の辞書。さっきここで、この辞書でちょっと調べてみたんですけどね、ペッカトーレというのね。イタリア語、ペッカトーレ、ね、これで罪人です。ほな、ペッカトーレという、イタリア語と、ね、ラテン語のペッカートルとそっくりでしょ、ね、
イタリア、ラテン語では何々オールというね、オール、OR ね、オールで終わるのを、オーレとなる場合が多いですね、イタリア語ではね、オーレ。ね、で、英語の場合は OR のままで、ね、導入してる。で、フランス語の場合は OR じゃなくて、EUR にして、オール、ラテン語のオール、イタリア語のオーレ。そうじゃなくて、フランス語では、なって、いうふうに、ちょっと、なまってるって言ったら変ですよね。独自の路線を言っている。悪く言えば、ひねくれてるわけですね、フランス語は。で、次ね、ペッカトーレっていうのは罪人、セナー。で、ペッカートって言ったら、セン、すなわち罪なんですよね。で、この言葉を覚えておいたら、こんな言葉聞いたことないですかね。イタリア語でね、ケペッカート。ケペッカートのケっていうのはね、スペイン語にも似てますが、なんて、what という意味なんですね。what。なんて罪なんだ。what a sin という直訳するとね、英語で直訳すると、what a sin。なんていう罪なんだというで直訳するとね、これで、本当の罪のことを言ってるんじゃなくて、なんて残念なことだ、本当、残念だなとかね、いうような意味の時に、ケペッカートと言ってね、罪とは全然関係なくてね、そんな大げさな意味じゃなくて、もうちょっとね、軽い意味で、ああ、残念だなとかいうね、いう意味で、ケペッカートって言うんですよね、ラテン語で。ラテン語じゃない、スペイン語でね。じゃなくて、イタリア語でね。そこに出てくるんですよ、シンという、あれイタリア、罪という言葉はね。というわけで、次、フランス語では、これがね、ペッカートルとかいう言葉が、ちょっとフランス語ではちょっとなまってペシェル、これで罪人ね、ペシェっていうのが罪ね、ちょっとかなりなまってるでしょフランス語はね、かなりなまってるけども、だからイタリア語からない、ラテン語にかなり近いのがイタリア語で、かなりラテン語からちょっと離れてしまったのがフランス語、離れたけどもその代わりに英語には近づいているということです。なんで英語に近づいているかというと、英語がフランス語からそのまま導入したからね。というわけで、そういうような構造というか、こういう、なんていうか、系図というかね、こういう遺伝関係、ラテン語からどういうふうに、どの言語にどういうふうに変わっていって、で、どの言語がラテン語から見れば結構遠いのか、すなわち、フランス語が結構遠いんですけどね。その遠いラテン語からちょっと遠ざかってしまったフランス語から、さらに訛りながら英語の中に導入されるから、英語の中に入っている単語はラテン語からかなり離れてしまっている。だけども同時にラテン語からラテン語本来のそのままの形を後で導入し直した単語もいっぱい英語には入ってるからね。だからね、複雑なんですよ英語の中ではね。というわけで一応この辺にしておいて、ちょっとね、お茶を持ってきます。そういうことを言ってるうちに1時間50分。あと10分で話し終えたらいいなと思うんですが、次ね、オーラプロノービスペッカートリボスね、祈ってください、私たちのために、私たち罪人たちのために祈ってくださいマリア様。でヌンクエティンホーラヌンク、なおね、すなわち今、そして、こういう時間において、こういう時間でのこういう時、 at the time、直訳すると in the hour ですけどね、 in the hour of our death って書いてありますけどもね、直訳すると at the、直訳というか普通の言い方にすると at the time of our death でしょうね、で今とそして私たちが死ぬ時に祈ってくださいということでしょうね、これね。で、インホーラー、
これは分かりますけどね、エッドはもちろん、そしてですね、in、何々の中において、だからこの時間の中でということだから、この時間にということですね。で、ホーラーっていうのはこれ、hour ということですけども、この英語の hour と、ラテン語のホーラーと似てるでしょ、ほらね、似てるでしょ。これもともと、語源が一緒だからね。でね、まあ、ここに書きましたが、インホーラーね。これ、ホーラーっていうの、もともとね、ホーラー、こう、ホーラーっていうのはこれ、脱角なんですね。インというものを何々の中でというふうに、インで使うときには、脱角社員になるから、これは脱角になって、ホーラーになってますが、これ脱角の形。時間。で、このホーラーじゃなくて、この伸ばさないで、伸ばさないで、ホーラーとなると、これは1時間。an hour。an hour という意味ね。1時間はという意味なんですね、これね。だから、時間はというような形ね、これ。で、この時間の中で、時間においてというときは、in hora という形になると。次ね、これ、英語の hour と同じだと、同じような形してると言ったでしょ。ね、ラテン語でホーラーなんですね。1時間のことね。アワーね。ホーラー。で、フランス語でちょっとなまって、になったんです。これね。これフランス語ですよ。そのフランス語は英語の中に入ってアワーになったんです。だからこれとこれと、ラテン語、フランス語、英語。似てますね。それからね、その他イタリア語とかスペイン語はちょっと知りませんけどね。似たようなもんでしょう。もし違う単語が使われる場合もあるんですけどね、別語源、別の語源のものをガシャッと横に入れるときもありますけどね、似てる場合も多い。さてと、次、次いきますか。いよいよ最終、終盤戦に行きますが、ね、in hora、こういう時間においてということですね。今と、そしてこういう時間において、そしてどの時間においてかというと、これ、in the hour っていうかね、in the hour。で、これね、何々のの形、属格の形じゃないです、これね。私たちの死、これね、our death ね。私たちが死ぬことの時において、私たちの死ぬ死の時間において、ということですね、これね。さて、これ、モンティス・ノストライは直訳すると、我々の死のってことですね。Of our death ね。死って言ったら、日本語の死っていうのは何のこっちゃわかりませんけどね。Of our death というふうに、英語で言った方がわかりやすかったりするんですけどね。Of our death という意味なんですよ、これね。Mortis Nostrae ね。さてと、これについてもう一回見てみましょう。Mortis Nostrae。これは、ね。Of our death という意味なんですが、ね。で、Nostrae は後で見ます。モルティスって何だか、これは死の、すなわち、of death という意味なんですね。死ぬことの死のということですね。で、これは属格なんですね。何々のの形だからね。もともとこれ死、死は、すなわち死ぬことは、death はという意味で、主格の形はこれはモルスなんですね。これが death なんですよ。ね。このモルスというのの言葉を見て、あ、こんな覚えられないなって言っても、フランス語とか知ってる人は、フランス語とかスペイン語とかイタリア語を知ってる人はこれすぐ覚えられるんですね。で、例えばスペイン語ではね、ムエルト、ムエルトっていう言葉聞いたことないですかね。確かね、スペイン語でこんなの聞いたことありますね。ムエルト、ムエルト、これは男性系ですけどね、大げさに終わってるから男性系で、dead、死んでいるということで、muerto ね。そもそもこれ、murder という言葉。英語で murder という言葉あるでしょ？殺人。似てますね、これね。これと。ね。もしかしたらこの murder という言葉も、ね。ここら辺と語源が共通してるのかもしれません。それについてはよく僕は知りません。ちょっと調べたことないです。それから、これね、モルス、フランス語ではこれ、モー、モー、
あ、思い出した。英語でモノタロウという言葉がありますね。英語でモノタロウ。これ、死に、死に至る。なんていうのかな。死すべきというか、いずれは死ぬという意味ね。モノタロウというのは死すべきとか、あるいは、いずれは死ぬ運命にあるという意味で、人間という意味で使うときもありますね。We mortals. We mortals are all. We mortals. 我々人間という意味でね、We mortals というときありますよね。人間とかいう意味で、いずれは死ぬべき。まあ、生物全部はそうなんですけども、mortals は特に人間という意味で使うときもありますよね。これは本来は死ぬべき、死すべきという意味で、これと語源が共通してるんですよ、これね。これは、だからこのモータオというのはラテン語から来てるはずです、もともとね。そこからフランス語に入って、英語に入ったんですが、イタリア語とかスペイン語とかルーマニア語でもこれに似た単語があるはずです。で、ね、次、フランス語でもう、これで死んだ、すなわちデッドという意味。それから、何これ、もう、デッドという意味で、次、ラモーハ。ラっていうのはこれ、ザーと一緒ね。定冠詞なんです。で、ラモーハといえば死、すなわち死ぬことという意味でね。ラモーハというんですよ。ね。こういうようにフランス語とかと共通してるんです。だからフランス語とかイタリア語とかスペイン語をちょっとだけ知ってる人は、このラテン語を見てもびっくりしないんですよね。ああ、なるほど。似てるじゃん。似てるんじゃん。すぐ覚えられるじゃん。ということでね。そして、モルス。これは死、デスなんですけど、それのそれに is がつくとね、これモルスの s を t に変えて、で is をつけると is 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 をつけるとよく俗格なんですよ。何々の意味が、この is の is って英語のね、英語のね、テッドさんね、テッドという人で、テッドという人のという意味でアポストロフィー s にした時のね、この形と、このラテン語の is、is、何々のという形と似てませんか？ほら、似てますでしょ？多分ね、これは語源が共通してるんだと思うんですよね。ちょっとそこら辺は調べてませんが。で、ドイツ語でもやっぱりこれに似た言い方するんですね。ちょっとね、詳しいことを覚えてません。ドイツ語ね。なんだ、ヨハンネス。ちょっとはっきり覚えてません。ドイツ語でもね、この S、アポストフィーをつけないでね、S をつければ所有格になるはずなんですね、ドイツ語でもね。で、そういうようなドイツ語とか英語と、この IS をつけて俗格にする、何々のの形にするようなラテン語と、ね、似てますでしょ、なんかね。多分語源的にかなり共通してるんじゃないかなというふうに今は思ってます。で、そんなことを思いながらこういう勉強したらね、面白いじゃないですかね。記憶も定着しやすいしね。さて、ちょっと待ってね。さて、ここでね、インホーラー、こういう時間の時に、今、そしてこういう時間の時、どういう時間の時かというと、モルティス、死の時においてね、死ぬ時においてですよ。これ直訳すると死のってことでね、死ぬ時の、ごめんなさい、死ぬことの時ね、死の時ですよね。だからこれが俗格になってるんですよね。死のだから、俗格になってるんです。次、ノストライって何か、私たちの死なんですよ。私たちの死なんですよね。だからこれ私たちのという形でないといけないんですけども、ね、どういう風になってるかというと、ノストラエ、モルティスノストラエでね、モルティスノストラエって今出てきたけども、これは俗格の形で、モルティスが俗格の形になってるけども、このモルティスを主格の形に変えると、モルスノストラになるんですよ。モルティスノストラエじゃなくて、モルスノストラになるんです。モルスっていうのは、これ実は、あれなんです。女性名詞なんですね。だからノストラっていうのはこれは女性形になってるんです。ノストロス、ノストロス、ノストラ、ノストロムというのに変わるんですけどね。我々のという単語はね、
ノストロス、ノストラ、ノストロマなんです。ウスだったらこれは男性形、ノストラっていうのは、ノストロスは男性形、ノストラは女性形、中性形はノストロムね。すなわちこっちの単語が女性か男性か中性かによってこれを変えないといけないんです。これが女性だからこっちも女性にしないといけないんですね。ということで Our death は Numerus Nostra になると。これで私たちの死はという意味なんです。それを私たちの死のとなりたいときはこのモルスをモルティスに変えて属格にし、そしてこれも属格にしないといけないんです、ね、というわけでモルティスノストラにして私たちの死のになったわけです。ところでノストラエとかノストラノストロスって思い出すでしょ。これノストラダムスを思い出すでしょ。ノストラダムスね、ノストラダムス の大予言、大予言ってね、予言した人がいますよね。あれこれラテン語で、ラテン語の名前でノストラダムスって言ったんですね。ごめんなさい、ノストラダムスね。でこれもともとどういう意味かというと、ノストラんとね、ちょっと待ってね、ダムん、ノストラダムスのね、ウスは最後にあるウスは、これはこれ、この人が男性だからね、男性系、男性、男性らしい名前として男性系にしてるんですね。例えばマリオ、ね、マリア様の名前はマリアっていうね、マリアね、アーがつくでしょ、女性だから。ところがマリウスというウスってをつけるとマリウス、これとそっくりな名前でマリウスという男性の名前なんですね。こっからイタリア語ではマリオという、マリオ、ゲームにも出てきますね、なんかしらマリオというスーパーマリオブラザーズだったかな、忘れましたけど、マリオというイタリア語の名前がありますけどもね。で、イタリア語ではこっちがそのままマリアだったんですけども、もともとラテン語ではマリオス・マリアだったんですね。で、なんとかウスって言ったら、例えばユリウス・カエサルも同じ、ユリウス・カエサル、ジュリアス・シーザーね。ジュリアス・シーザーっていうのはラテン語ではこれユリウス・カエサルなんですけどね、ウスって言ったらシーザーはカエサルはね、あの男性だからウスになってるんですよね。これね、ドンストラダムスもこれ男性だからウスになってるんですよ、ね、なんとかウスって多いですよ、ね、アウゴスティヌスもウスですしね、それから他にいっぱいなんとかウスがっていう人はたくさんいますよね。男性だからです。なんとかアーで終わる人は女性が多い。ただしロシア語の名前ではアーって終わってるのに男性が結構多いですけど、ね、ロシア語はちょっと構造が違いますから。で、ノストラはこう、ダムっていうのはね、これあのちょっとはっきり覚えてないんですけども、あのこれね、あのスペイン、あのフランス語ではダム、これレイディーという意味でダムという言葉がありますね。でね、レイディだから英語でもデイムという言葉があって、ね、レイディに近い意味があるんですよね。でこれに近いラテン語の単語があるはずなんです。これちょっとよくわからないですね、これね。でそれとそれ、これが女性の単語で、それに女性の形のノストラがくっついてノストラダムスになったはずなんですけどね。ノストラダムスはこれはノートラダムですよ、あのフランス語で言えば。確かフランス語ではノートルダムってこう書いたと思いますけどね。ノートルダム寺院、この間
あのほんの数ヶ月前には火事になったノートルダム大なんとか宮殿、え、ちゃうわ、なんかありますよね、あのノートルダムというあの有名な あれありますよね、教会のでっかいやつが、大聖堂か、ノートルダム大聖堂、これをノートルダムと言いますが、これもともとノートル、私たちのレイディ、アワーレイディというんです、アワーレイディ、すなわち私たちのレイディといえばあのマリア様ですよね、聖母マリアのことですよ、そういう意味ですよこれね、これ全部ね。でこのノートルっていうのはノストラと同じなんですよ。フランス語のノートルっていうのは私たちのという意味のフランス語なんです。でノストラっていうのはラテン語での私たちのなんですよね、全部つながってるんですよね。というわけです。フランス語を知っていればラテン語なんてすぐこのもすぐ覚えられるんですね。というわけで私たちの死の時間においてというわけですね。でアーメン、その通り、しかりとか、ね、その通りという意味ですよね。ですからもう一遍これをザーッと訳しますと、サンクタマリア、で聖なるマリア様、何だったかな、神様の神のお母様ね、神のお母様というのはこれイエスが神だと考えて、そのイエスのお母さんだからマリア様は神のお母さんだという意味ですけどね。でマリアの、聖なるマリア様は、神の母である聖なるマリア様は、私たち罪人のために、祈ってください、今と、そして、私たちが死ぬ時と、その両方において私たちのために祈ってくださいと。だから今私たちのために祈ってください、そして私たちが死ぬ時も祈ってくださいという意味ですよね。でしかりアーメンということでね、これで一応最後まで終わりました。というわけで、2時間を超えてしまいましたねあのものすごく時間がありましたが、少しはごめんなさいね、少しは参考になればいいなと。でね、きちっと2時間以上にわたって見る必要もないしね、なんとなくぼんやり見て、でその気になった時に見て、そのうちの5分だけでも見て、ああ僕もラテン語勉強しなきゃいけないよ、うん、ちょっと結構なんとなく英語は一生懸命勉強したことあるし、あとフランス語とかイタリア語をちょっとかじったこともあるし、その知識を応用すればラテン語ってそんなむちゃくちゃ難しいことないな、結構面白いじゃんね、趣味としてやってみるかというふうな気になってくれたら大成功ですね。というわけで暇の時にこのビデオでもちょっと見てやるかとかね、大事、これスマートフォンで見られるからね、寝転びながらでも見る気になったら見てくださいね。というわけでアーウェマリアね、マリア様こんにちはって訳しておきますけど、もっとちゃんとした訳し方あるはずですけども、ともかくマリアに対するあのね、マリア様ね、健やかにというような、健やかであれ、健やかに暮らしてください、健やかでいてください、元気でいてください、マリア様というような意味合いにね、そういうアウェマリアという歌、ラテン語の歌のラテン語そのものの歌詞を文法解説してみました。これはね、すでに言ったかな、これはカーペンターズが1978年ということは、キャロリン・カーペンターが28歳の時に、まあ、録音して発表したものですが、これはアルバムとしては、カーペンターズのアルバムとしてはクリスマス・ポートレイトというアルバムに収録されているものです。僕はカーペンターズが好きだから、それを通してこの歌をに興味を持ったんです。もともとこんな歌はあっちこっちで聞いたことありますけどもね、ね、カーペンターズが歌ってるから、これはもう解説しないといけないなというようなね、使命感に燃えてやってみました。というわけでこれで今回は終わりますね。あとね、ところでね、ラテン語シリーズはこれ以前にも
全部で4時間分ぐらい解説したことがあります、以前ね。これは、これ以外に、旧約聖書の一番最初、ジェネシス、すなわち、創世記のね、最初の数行をラテン語の文法解説したことがあります。約4時間ほどしました。で、今回は2時間ほどしました。合計で今で6時間分ぐらいね、3つのビデオをこれで作ったことになります。ラテン語に関しては。これからもね、折に触れて、ラテン語の文法解説というか、僕なり、超初心者の僕でも、解説できそうな部分は解説して、まあ、ちょっとでもね、ほんのわずかでもいいから、ラテン語に興味を持って、ちょっとでもやってみるか。1時間でもいいや、ちょっとやってみようというふうにな気分になってくれれば、それでいいんですから、ね。極端に言えば、ほんの30秒でも勉強したら、その30秒間勉強したことが絶対10年後には役に立ちますから、ね。もしもたまたまね、ある時に1時間だけ、で、飽きたからまたやめて、2年後にまたね、あ、ちょっと1時間だけ勉強した。また飽きたからやめてね、10年後にまた1時間勉強して、合計3時間だけ、20年の間にたったの3時間しか勉強してないけども、その3時間のラテン語の勉強は必ずどっかで役に立ちます。ね。1年後に役に立てなければ、30年後に必ず役に立ちます。というわけで、以上です。